こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。はい。みさきの部屋です、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、はい、今日は仕事終わりに、急にお呼ばれだったり、お食事会呼ばれることもあると思います。あると思いますね、はい、そんな時に使えるヘアクリップだけでできるヘアアレンジをやってみました、はい、今ヘアクリップだけでできるっていうのは1本ってことですね、はい、1個1つでできるってことですか。本当に1つです。ゴムもピンも使いません。でもスタイリング剤使ってますはい、はい、何ですかバームバームバームちょっとカバンに仕込んでおくのもありかなと思います。まあそうですねあのハンドクリームとかにもなるので、ね、そうです、はい、はい、ぜひこれを試してみてください。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫だと思いますはい、それでは動画スタート。リレーのバームを使います。指先でこのくらい取ります。手のひらに伸ばして毛先から順に伸ばしていきます。顔周りもしっかりとつけていきます。耳後ろで取り分けていきます。後ろにねじりながらまとめていきます。一度交差させていきます。クリップのヘアアクセを使います。交差させた髪の毛と下の髪の毛をクリップで留めていきます。ねじったところを少しほぐしていきます。トップの部分を少しボリュームを出していきます。おくれ毛を出すと少し色気も出ますよ。わー、仕事終わりにヘアクリップだけでできるヘアアレンジ、ぜひ覚えてみてください。バイバイ。